オレリスの女性でどうしてもね彼氏が欲しい人がいるみたいなんですよで、あの顔も出せるということでおこの方らしいです顔出てるわうん、彼氏が欲しいの <laughs> あ欲しいですあーこれ別の人なんだじゃあちょっと顔をお願いしますよビデオ通話はできないんですけどシャメでいいですかああ、シャメシャメでいいですよ <laughs> シャメということでかなり歳がなんとなくですけどはい シャメという人がまだいたのかって、俺ですらも最近言わないのに。え、じゃちょっとちょっと漏れてるやつでいいですか。いやいやいいの、そう、ね、いいの。ああ、はい、はいはい。まあでもなんとなく、うん、違うんだろうな感は出てます。でも。何ですか。これ <laughs> <laughs> ね。はいはい。おおまあ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 なんかうんまあうんって感じの。え、でどういう人がタイプなの？おい。そう、うん、ちょっとここ電波悪くて。 あ、それた、ただ単に電波あるいだけあそうですちょっと12階なんですよね、うん、今いるのが <laughs>、えー、タイプは浮気しない人まあ、浮気しそう、うん、そ浮気できる立ち位置だけど浮気しなさそうな人浮気できる立ち位置だけど浮気しない人まあ、つまりイケメンってことですかですまあ、イケメンとは言わないですけどまあ、なんかね喋、えー、りがうまいとか優しいとか何かモテ要素はあるけど浮気しない人、うん、俺やんけあ、じゃあ ここれこれさん付き合ってもらっていいですか、えー、で<え>そういう人ですねじゃえ顔はどうでもいいのじゃその条件だったら最低限なんだろう清潔な人なん,なんだ身だしなみ気に,気にしてるじゃないですけど、うん、なんだろうお風呂入ってないとかそういうのは嫌ですけどそれも論外じゃんお風呂入ってない人がいいの <laughs> いやだから最低限何普通の人だったら、うん、よしはい、えー、じゃこの人と付き合いたい方何歳かは聞いてもいいんですか <laughs> です 30? 本当ですか、はい、<laughs> ガチですガチですはいえー、じゃこの人とっと上に見えますあいえ別にそういうわけじゃないですえっ、ー、とこの人と付き合いたい方今すぐ連絡してください私に配信見るから電波が悪くなるんじゃないのえ見てないです <laughs> いや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 マジで見てない今 <laughs> 今はね今はうんあとで見る <laughs> えー、来ません誰からもえねどうしたら彼氏できるうん嘘つかないことだね うちでも教えてもらいたいんですけどいや嘘じゃない本当本当ですよえー、田中太郎くんまああのー、アテンドすることもできます簡 <laughs> に呼ばれるのはちょっときついっす <laughs> あそういうのねそういう人は無理っていうことね、うん、なるほどね、はい、なるほどちゃんと理解してますね、うん、<laughs> なんとですね今来てます結構<お>女の子でも大丈夫ですかだってちなみにあ女の子でももちろんオッケーですんそれ本気で言ってんの あご本当に私バイなんであのリバーですじゃ来ました一人わ<ー>イ <laughs>、えー、あすみませんあのバイならやめときますってなりましたすみません <laughs> すみません <laughs> すみません余計な情報だったかもしれん写真とか必要ですか当たり前だなんでお前自分の写真もまず、あ、あ,あのなんかあぜひ来ました来ましたじゃちょっと画像送ってもらうからはいえっ、ー <laughs> えー、とまずじゃあもうい一旦あのファーストインプレッション大事だから はいこれどうですかあれこれこれたんじゃないんですかこれこれさんあバカが俺じゃねえよ全然いいです全然いいです全然いいあ全然いいです全然いいですむしろお願いしますっていう感じですねあ,あどこ住みかっていうの来てますね東京寄りの埼玉まあ、都内都心都内はよくいますね仕事何してんのだって待て待てこの方ラブホスタッフです 2> 2って,て来てるけどあラブホじゃないですねエースです なんかなんちゃらなんちゃらのなんちゃらさんですって来てんだけど <laughs>。<laughs> <laughs> おなんかこれ言っていいのこれ <laughs> え。えじゃなどどれですかどれです。えなんかなんちゃら店のなんちゃらさんですって来てるけど <laughs>。え。あ<ー笑>あ。あまあでもあのお客さんとかでも普通に言ってるんでちょっと彼氏が欲しいっていうのは <laughs>。仕事としては会社をやってるのと夜の仕事をしてます<え>。一応なんかあのでもこれ顔わかんないなこれ。 こんなガリ,ガリかだってこの犬のやつ俺でもなるよこんな顔に <laughs> じゃあ今ちょっと解決はしていいですか一人来たんで本気で本気の人あはい。うん。なんかさこういう若い人の写真来るとさ、まあ、若いのかなんか知らないけどちょっとなんか若そうじゃななんかもうやりもくにしか見えないんだよね <laughs> やりもくはちょっとしんどいっすね <laughs> なんかやっぱあります自分の中であのデート何回目でまあできれば2回目以降 2回<階>目以降まあまあ結構早いな <laughs> 二<階>2回 <laughs> 目以降ね二回目以降で、ね <laughs> ね、<laughs> お願いしたい過去まあまあまあ確かにねこれもあユーライクだユーライクはね,はね全てが小さくなるからで目だけ大きくなるみたいな<あ>俺<も>ちなみに、ええ、あの私のこれ別に出してもいいんですけど、ええ、これツイッターこれ検索してもらってもいいですか,見せやかなんですけど え何何、宣伝急にいや、全然じゃないですよ全然じゃないあの、あ、無加工無加工があるってこと <laughs> あ無加工、まあ、ほとんどユーライトなんですけどまあ、うん、顔いっぱい乗っけてるからこれ <laughs> おおちょっとあれ怪しいなこの写真ちょっと際どいなあ,あ<ー>こういう味噌のタイプだね全然似てませんよもちろん全然似てないんですけどあああったーあ 再利用だった <laughs> じゃあちょっと会議ツアするから一回かけますねあはーい何なのこの人本当にあはーいってちょっとリスペクトを感じられないねうーん同じような画像がんこの右の子がいい俺はこの中だったらもしもしーはーいすいませんあのー、一応これあのプロフィール作成に大事な話なんですけど何カップなんですか一体 第一来ました。えっとアイコン見ていただいて、どうですか第一。一応なんかちょっとおにぎりみたいで可愛らしい顔してるんですけどちょ、わかんない。ちっちゃくてわかんないしちっちゃくて、大地大地ちょっとあの小さくて顔がわからないってこと、写真いただけるああいいですけど、いいですけど、ちょっと恥ずかしいんであんまり見せないの待ってもいいですかね恥ずかしい恥ずかしいんであ、ごめんね、あの、この人に荒れないで大丈夫なんで まあじゃああんまり見せないようにします。じゃあ第一。お願いします。はい。第一何歳？えっと三十三です。で今年三十四ですね。あ、いい感じですね。いい感じ。おいい感じ。いい感じめちゃくちゃフォロー増えてるんですけど。はい第一じゃあちょっとだけねはい。めちゃくちゃフォロー増えてる。あのいいからばあさんあのちょっと第一の顔見てやってくれって。あはい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 。第一の顔じゃあグループに送るね。 あ、お願いします。これです、第一の顔。え、三十四ですか。すごい三十四ですね。へえ<ー>。おい、なんか反応悪いぞ。第一 <laughs>、第一、ちょっと、あの、あれ、アピールポイントしてやってくれ。アピールポイントっすか。アピールポイントしてやってくれ。何があるんだろう。<laughs> いや、知るか。<laughs> いや、特に何も考えてなかったです。<laughs> 年収、年収、年収、年収。<laughs> 年収。年収。すみません、これくだ、これ、さあ。何。 ちょっと一個条件があって。は？今第一が来た後に<の>条件。違うあの私より年収低い人がいいんですよ。お、逆に？逆に低い人がいいな。なんでですか？養いたいタイプなんでああそういう逆にじゃあちょっとえ,えいいですか聞いて年収その女性の方。年収いくらなんですか？え私？はいはいはいあそうそうそう。えっと私年収はまあその夜職してるんで、うん、あの変動はありますけど。うん、大体でいいですよ大体で。大体六七。 ぐらいですかね67万円あ6700ぐらいあー600万700万はいうんなるほどねからできればそれより低い人がいい第一どうですかああまあそれより低いですねてか最近転職したばっかなんであんまりお金がないですね <laughs> <laughs> 第一無職 <laughs> 無職あいあ無職じゃないですよ仕事はしてますよああ仕事してるの？そう転職をして今別のあ転転職ねあのちょっとあの引っ越したばっかりしたばっかりなんで転職に伴ってあはいなるほどねえどこどこに住んでるんですかえと今え東京寄りの神奈川ですねあ遠いいやいやいやまあまあまあでもいや全然でしょでもあれあの仕事は都内なんでああはい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 どうですか 女性の方なんか聞きたいことなんで言ってくださいよ、この早口の男に <laughs> 言っておりますえ、あの、彼女いない歴はど、どんぐらいですかあー、確かに気にますね、えー、今、多分ん4,5年ぐらいじゃないですかねおお結構、結構、同じぐらい同じぐらい、おなんだなんだ運命来たかちなみに、なんで彼女できなかったんですかなんか断ってたとかですか単に多分出会いがなかっただけだと思いますあー どうですか、どうですか大地かうん、ツイッター見ると、なんか MG 開脚のもありますよ、これ、U <laughs> <laughs> ライブでの <laughs> お<ー>、大地から聞きたいことはないのあー、特にですな特に何も考えず上がっちゃいました。<laughs> <laughs> えっ、い大地、お前、まさかやりたいだけとかじゃないだろうな。ああいや、そういうわけじゃないです。いや、単に外の DM 返ってくるのかなと思ったら、本当に書てきちゃったんで、ちょっと、<laughs> <あー> <laughs> そ毎回喋った後に笑うの、何、大地 いや俺は気に入っていいよ、それ、いいと思うあ。ありがとうございます。は、うん、はい、はいまあ結構、なんかね、セクシーな写真いっぱい上がってますけど、まあ、見たかったら見てくださいって感じですね。<laughs> どうですか、女性の方、で,で第一今、えー、待機中ですけど、待機中、<laughs> うん、第一だって、第一はもう付き合いたいんでしょ、とりあえず、まあその友達からでもいいから、その<ー>お付き合いを前提に、まあ、全然 そうですねまあ,あのできれば私的には真剣に付き合える人を探してるんで、うん、いきなり付き合うとかじゃなくてまず友達から、うん、でよければああなるほどあー全然ありですねなんか自分こっち引っ越してたばっかりであれなんですよ友達があんんまりいないなであ<ー>どうしますかありですかあ,あ全然ありですじゃあ会ってみてあの気が合えば彼女彼氏になる可能性がある人という認識でいいのかなお互いそれともあはい全然。 あらえ第一だってありがとうございますいやなんかこちらこそありがとうございますすいませんなんかよろしくお願いしますじゃあ,あとはもう好きに二人であのラインしてください,いあはいあはーいありがとうございますこれこれさんはい、はい、あの性犯罪には巻き込まれないようにあ,あと金銭トラブルね <laughs> はい気をつけますあと <laughs> なんかあったらあのまたこれこれさんに言うんではいお願いしますお互いにはーい ところで大ちゃんずっと何を指さしてたのそれが一番気になったんだけど。見えないから分かんないんだけどさ。意気揚々とした顔でさ。うん、特に何もなさそうだったけど。うん、ちょっと待ったーって来てるけど、ないからもう。はぁ、あ、年収。自分より年収低いってでも何なんだろうね。俺自分より年収高い人がいいよ。いるなら。だいぶ困らなそうだな、お金に。養いたいとかない俺だって、だ養われたいもん今俺、俺、この状態ですら。